木の葉をまとめて簡単に貼る方法をご紹介します。たくさん作った木の葉を1枚ずつ貼るのは面倒です。何枚かつないで一度に貼れるようにしましょう。画用紙やハトロン紙を 1-2cm の幅に切ります。そこに糊をつけて枝先になる方の葉から少しずつ重ねて貼っていきます。これは表と裏から見たところです。落ち葉は葉の向きをランダムにして貼ります。飾るときに間違えないように裏に落ち葉と書いておきましょう。舞い散っている葉っぱ用に1枚ずつ紙を貼ったものも用意しておきましょう。これをたくさん作り、飾るときまで袋や箱に入れてしまっておきます。飾るときはまず枝先から貼っていきましょう。枝先に連ねた葉っぱを置いたら、一番根元の葉っぱを少しめくり、画びょうが見えないように留めます。そして先から2番目の葉をめくり、一番先の葉の根元に画びょうを留めます。一度に何枚も貼れるし、画びょうも隠れるので、早くきれいに飾ることができます。ランダムに貼った落ち葉も同じようにして画びょうで留めます。1枚ずつの葉っぱは裏の紙に画びょうをつけておき、葉の上から押すと留めやすいです。みんなで作った葉っぱを全部貼ると葉っぱだらけになってしまいました。ちょっと多すぎますね。こんな時は少し後ろの風景が見える程度に減らすといいでしょう。減らした葉っぱは作品を飾った壁面の端などに貼ってより秋らしくしましょう。10月から11月にかけてだんだん葉っぱを減らしていくと秋が深まった感じがして趣があると思います。